大学ラボの舞子です。元塾教室長の内です。今日はですね、法政大学の学部の方を解説していこうかなと思います。はい、はい、で法政大学はですね、大きく3つキャンパスがありまして、で、市ヶ谷と多摩、あと小金井の3つにキャンパスがあります。なので、まあ、結構長くなるかなと思うので、うんうん、まあ、何本かに分けてですね、まあ、今回は、市ヶ谷にあるですね、法学部、文学部、経営学部、あと国際文化学部、こちらの方のですね、解説の方をしていこうかなと思います。はい、で、まあ、あらかじめですね、まとめいただいたので、まあ、それを舞子さんに読んでいただいてですね、まあ、実際どんな感じなのかっていうのをですね、解説していこうと思います。はい、まずは法学部です。法政大学の看板学部ということで、偏差値は 57.5 から 62.5 くらい。学科は法律学科と政治学科、国際政治学科の3種類あるということです。そうですね、まあ、法政大学の看板学部として法学部というところですね、うん、はい、これはまあ法政大学の受験の特徴なんですけれども、まず共通テスト利用がありますね、うん、であとは A 方式、個別入試と T 方式という学部統一入試、外部英語利用方式、まあ、英検とか使うやつですね、うんうん、っていう感じで分かれているというのが、まあ、法政大学の受験方式の特徴となっていますね。はい、で、まあ、当然法学部も、今言ったような受験方式になっていまして、で共通テスト利用の特徴として、私立でよくある3科目型、うん、英語、国語、社会っていう方式と、あとは5教科ですね、の 2つの受け方があるというところになっています。はい、で5教科型は、ボーダーが大体7割ぐらいという感じで、うんうん、ちょっと他のところより下がっているので、うん、国公立大学の併願として、まあ、ここの5教科型を使っていくというのも一つの手なのかなというふうに思いますね。うん、英語外部利用型はですね、こちらが、まあ、英検とかですね、外部試験で、まあ、一定以上のスコアとか Q を持っていると、英語の試験が免除されますよというところになっています。はい、で例えば英語は免除されて、あともう1科目、まあ、国語と数学からこう選択して、まあ、受験するというような感じになっていますね。うん、まあ、英検は準1級以上が必要という感じになっています。はい、これが法政大学法学部の受験特徴と言えるかなと思います。はい、法政大学の法学部のですね、まあ、学科の特徴をちょっと説明していこうかなと思います。はい、で法政大学はですね、まあ、先ほどおっしゃっていただいたように法律学科、政治学科、国際政治学科の3つがあります。法律学科の方は、まあ、がっつりこう法律を学んでいくという感じになってますね。はい、で政治学科は、まあ、政治思想とか政治理論とか、まあ、今度は政治の方を勉強していくという学科ですね。うんうん、はい、で、まあ、最後のは国際政治学科、まあ、国際ってついてると何が違うのかっていうことですけど、はい、まあ、これは、まあ、例えばアジアの政治史とか、うん、まあ、他の外国の歴史とかそういうのも含めて勉強していくというのが国際政治学科っていう感じになっていますね。なので、まあ、政治学科よりもよりこう幅広いところを学んでいくわけなので、まあ、国際的に政治を学んでいくので、結構政治学科とも結構違うことをやるというのが、まあ、国際政治学科の特徴と言えるのかなと思います、ね。はい、まあ、なので、まあ、結構2つ学科でやることは違うので、まあ、そこら辺はしっかりと考えて学科選択する必要があるかなとは思いますね。うん、でまあ、就職率ですが、まあ法政大学はですね、まあ、就職がすごく良くて、で、まあ、法学部もですね、法科大学院とか大学院進学も含めてですが、まあ、9割ぐらいは、就職すると、進路があるということです。高いですね。そうですね、まあ、法政大学自体は 95% とか 96% ぐらいらしいので、すごいですね。でも高いんですよね。はい、なんか満足度 80% 以上みたいな書いてあって、何のここかなみたいな感じなんですけど、まあ法政大学で、まあ、今言ったように、まあ、就職率高くて、まあ、法学部も9割超えているというところになっています。うん、はい、でまあ、金融系をはじめですね、まあ、大手ゼネコンとか、まあ、大企業への就職が結構多いかなと思います。また法学部の特徴としては、まあ、公務員がですね、やはり選択する方が多いっていうのもまた一つの特徴かなというふうに思いますね。はい、はい、次は文学部です。はい、学科は哲学科、日本文学科、英文学科、史学科、地理学科、心理学科の6学科あります。偏差値は55から65程度とのことです。はい、まあ、なんか早口言葉危なかった。まあ、結構多いんですよね、学科がね。で、まあ、文学科は文学部ですね。文学部はまあ他の大学もそうですけれども、まあ、学科が多くなるというところで、うん、でまあ、その学科によって結構受験方式だったり受験科目だったりとかが変わったりとか、まあ、授業自体も結構違うっていうふうになってくるので、うん、まあ、ちょっとここら辺はですね、しっかりと、まあ、見ていく必要があるかなと思います。はい、で例えば受験方式の話をすると、まあ、日本文学科、
では、古文漢文と小論文がこう必須になっていくというようなところだったり、地理学科では、まあ、地理が必要になってきたりとか、あんまりその文系で地理を勉強するっていうのがあんまりなかったりする。そうですね、なんかあれですよね、国公立理系とかだったら結構地理も選択したりするんですけど、結構こう文系で地理が必要になってくるっていうところなので、ちょっとそこら辺を注意して受験する必要がありますね。はい、で、就職率ですが、こちらも9割を超えてる、9割程度っていう形になっているので、結構いいんじゃないかなと思います。はい、大手金融をはじめ大手企業に就職している方とか、あとは大日本印刷とか、あと角川とか、印刷業とか出版業の方に行ってる人もいるっていうのが特徴かなと思いますね。はい、次は経営学部です。学科は経営学科、経営戦略学科、市場経営学科の3学科で、偏差値は 57.5 から 62.5 くらいとのことです。はい、そうですね、3つ学科があるということで、それぞれのちょっと特徴とか言おうかなと思うんですが、まず経営学科、これは、普通に経営理論とか、会計とか、経営学っていうのを学んでいく学科になっているというところですね。で、経営戦略学科、こちらは、経済のグローバル化、より国際的なこうやり取りとかがある中で、そういったところに対応するための、企業戦略とか経営分析とかで、グローバルな社会でこうどうやって企業が生き延びていくのかっていうのをこう学んでいくという学科になっているところですね。はい、で、市場経営学科、こちらはですね、市場環境の変化だったり、多様なビジネスモデル、いろんなビジネスが最近こうポコ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 生まれてきているわけで、ウーバーイーツなんか昔はなかったけどね、今あったりするわけですね。そうですね、そういった今後、新しく生まれてくるようなビジネスモデル、多様なビジネスモデルにですね、専門的な知識、専門的な能力を持って、対応できる人材の育成をですね、目的にした学科というふうになっています。なので結構、市場経営学科とか経営戦略学科とかですね、結構やることが、少し変わってきたりするので、ここら辺もちょっと考える必要があるかなと思いますね。はい、で、就職率ですね、就職率はですね、大体こちらも9割ぐらいですね。で、経営学科なんで、メガバンクをはじめとした金融とか保険が多いのと、個人的なこう感想ですけど、なんとなくこう起業する人とかもちょこちょこいるのかなというふうに感じるところですね。はい、最後は国際文化学部です。学科は国際文化学科の一学科のみで、偏差値は60から 62.5 くらいとのことです。そうですね、国際文化ってなんだっていう話になってくるかなと、不思議なところかなと思っちゃうんですけど、何をしてるのかっていうと、異文化理解ですね、日本以外の異文化とかの理解っていうのを促進して、国際社会人、国際的に活躍できるような人を養成するのを目的にした学部というふうになっています。今時ですね。そうですね、先ほどのグローバルって話もありましたけどね、いろんなところで活躍できるということですね。はい、で、大きな特徴としては、2年時にですね、全員が留学するというのが大きな特徴となっています。はい、で、大体その秋学期3から6ヶ月程度留学するというふうになっています。はい、先ほどの学科は1学科ということでしたけれども、4つのコースみたいに分かれてまして、まず人間と情報の関わりについて学ぶ、情報文化科目群という科目、でもう一つが、人間と言語について学ぶ言語文化科目群という科目ですね。で、次に、映像や美術について学ぶ、表象文化科目群、最後に国際社会について深く学ぶ国際社会科目群という感じで、4つの科目群に分かれているというところですね。はい、で、それをこう選択して、その科目群でこう推奨されている科目を授業をこう取っていくということになっていくということですね。はい、結構ですね、この科目群にある授業がですね、面白かったりして、例えば表象文化科目群では、サブカルとかアニメとかはですね、とかをこう学んだりとかですね、国際社会科目群ではですね、平和学とかも学んだりするとかですね、他の学部とか大学ではちょっとあまり見ないようなですね、珍しい科目っていうのを選べるっていうのが、国際文化学部の特徴かなというふうに思いますね。面白そうだし、そこにいる人たちもみんななんか面白い思考回路を持ってそうですよね。そうですね、ちょっと特徴的な、勉強するわけなので、結構面白そうだと思いますね。はい、就職率に関してですね、こちらも9割を超えていて、結構いいかなと。で、JAL とか ANA とかの旅行関係とかに就職している人が多いような印象が受けますね。大学の志望校とか
学部選択のですね、まあ、選択の参考にしていただければ、幸いでございます。はい、次回は人間環境学部、キャリアデザイン学部、デザイン工学部、 GIS を紹介していきます。はい、この動画がですね、良いと思ったらですね、ぜひチャンネル登録といいねの応援の方よろしくお願いいたします。お願いします。それではですね、皆さん受験の方頑張っていきましょう。いきましょう。バイバーイ。